勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということで、私お休み明けの一発目ということなんですけど、皆さんは、週の折り返しということですけど、いかがお過ごしでしょうか。はい、今日さすがに雪はちょっと残ってるぐらいで、道路は大丈夫ですね。ただ渋滞です。ただいまの時刻7時49分から50分になろうかとしております。渋滞です。この時間は混むんですよね。はい、分かってますけどですね。今日は朝一9時からちょっとクレームということで、もう相当だるいって感じなんですけど行っております。しかし混むよな、んとこの道はっていう感じなんですけど、はい。で、今日ですね、お庭の、メダカちゃんとか樹齢してる植物たち見ましたけども、金利絵です。はい、ガチンガチンです。もう、メダカちゃんの壺、もう、氷が手で割れんぐらい凍ってました。やばいよね。もう、かもしれませんね。はい、もう、ごめんね。っていう感じですけどですね。亀をね、移動するっていうのももう絶対腰あるし、っていうか腰ある前に持てんなっていう感じなんですけどですね。はーい。重営してるところもどうなんかなとか思いながらですね。はーい。また十何度ぐらいになる日が来るよとかっていう予報はあるんですけども、ちょっと26日明日か。今日か。今日まではちょっと金利絵みたいですね。はーい。朝、バンクシャル吉野さんリベンジということで、結構朝良かったよね。1時ぐらいから行って4時4時ちょっとぐらいの時のまた、なんか動画というかストーリー上げて、どこ行ってんのあれ、山滑りに行ってるのかね。で、昨日は無理やーと思って帰ってきてるみたいですけど、昨日と同じ道を通ってたみたいですけどね。はー、朝早くからお疲れさんですねっていう感じですけど、今日仕事じゃないのって感じなんですけどね。仕事か、現場を見に行ったのかな、もしかして。あんな時間から動かないかんのやね。大変やわ、危険ですね。さて、どうでしょうか。小学生たちは元気に行ってますね。偉い、自分らの時代やっぱそうでしたね。雪が降ろうがなんだろうがやっぱ歩いて行ってましたよね。今時の子も歩いて行ってますね。ただカラフルな、なんかジャケットとかアウター着てますね。金持ちやな。半ズボンの子がいますね。しかももう着てるのはもうキャッピラの着てるね。これぞ昭和。まだいらっしゃいますな。こういう子がね。ええ感じでございます。頑張れよ。今そういう思いしときゃいいよ。そんな感じがします。はい。じゃあこの続きはまた後で。パキポキさんのブラキ。はい、パキポキさんのブラキ続きですということで、昨日からパキオ日めくりカレンダー販売しております。お一人、ご購入予約していただきましてありがとうございます。とりあえず限定 10部ぐらいにしとってます。はい、そんなもんでいいでしょう。もう激しいよね。100ですとか200ですとか言って、それよりちょっと恥ずかしいんで、それぐらいにしとった方がいいんやなかろうかと思っております。さあ、1月も、今日で26日です。あともう少しで終わりますですね。さあ、地獄の2月がやってまいりますよ。はい、2月といえば、ね、節分だとかいろいろあります。バレンタインとかもあります。はい。なんと48歳の私の誕生日もありますということで、まあ誕生日なんかどうでもいいけどね、という感じなんですけどね。この年になって、誕生日とか言ってね、いう年でもございませんしですね。はい。ただね、2月はもうほんと短いということなので、はい。あと一瞬で終わると思うんですよね。はい。ほんとそんな感じで思いますんで、2月なんか、
いやー、でも俺寒い時はもうほんとやる気なくなるからね、もうほんといかんなと思いますよ。皆さんをこうね、なんか励ましつつこうやらないかんのでしょうけどね、頭ハゲとってもね、気持ちがね、そんなんじゃダメでしょうがっちゅう感じなんですけどね。はい、昨日久しぶりに映画、テレビの民放ではあるんですけど、トップガンがあってましたね。あ、トップガンで、メグライアーが出てたんですね。知らなかったんですよね。はぁ、びっくり。あ、そうやったんや、と思って。若いね、メグライアーとか思いながら。あの時は可愛かったっすね。はい、今もうばあちゃんになってしまってますけどね。まだ一人よね。はい。トム・クルーズも若いですね。はい。忍者乗ってね。ビューンって飛ばしてましたですね。はい。まあ、たまに見るといいのかなとかって思った感じでございます。おっと、ちょっと路面が凍ってるとこもありますね。田舎はね、こんなんありますなっていう感じですね。さてさて、まあ、今日もバタバタすると思いますので、一日よろしくお願いいたします。ということで、明日は金曜日ということで、皆さんあと一日行けばお休みですね。よかですね。ということで、今日一日乗り切っていきましょうかね。っていうところで、今日こんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様でーす。てっけにー。会いたいわ、あなたに会いたいわ、ワンモアタイムまだ会いたいわ、会いたいわ、すぐ会いたいわ。